札幌、水戸、栃木、草津、千葉、柏東京、V、横浜、FC、甲府、山、岐阜、岡山、徳島、愛媛、福岡、北九州、鳥栖熊本、大分、2010年、J2 チームの所在地この項目では、2010年シーズンの J リーグ、ディビジョン2についてもべる。2010年シーズンの J2 のクラブ数は19。このうち、ジェフ、ユナイテッド、千葉、柏レイソル、大分、トリニータが前シーズンの J1 からの、 広格クラブである。JFL からは、ギラバンツ北九州が加盟した。北九州の昇格に伴い、チーム数が奇数となったために年ぶりに、各節1クラブに休養節が与えられた。この年は、J1JFL 同様のホームアウェイ2回戦争あたりに変更。各クラブの試合数が、 前年の51節51試合から38節36試合と15試合減少する。また、ベンチ登録選手が5人から7人に変更。3位チームにも賞金が送られる。3月6日に開幕し、第17節から FIFA ワールドカップ開催のため1ヶ月の中断。第18節より再開し、第38節まで342試合が行われた。 二回先制への移行により試合数が減少。J リーグカップがある J1 勢よりも少ない年間36試合となった。二度目の J に降格となった柏が圧倒的な強さを見せた。ネルシーニョ体制の戦術が浸透し、J リーグ新記録となる開幕19試合連続無敗を記録。結局年間を通じて敗れたのはホームでの東京 V 戦と、 アウェーでの大分戦のみで、序盤こそ、福岡や、横浜 FC に首位を明け渡したものの、第5節に首位に立ってからは、一度も、首位を譲ることはなく、第33節の岐阜戦に勝利して、4試合を、残して、J1 昇格を決めた。また、前年の J2 で、あと一歩のところで昇格を逃した甲府は、得点源となるハーフナーマイクを中心に、第9節で3位に浮上すると、 そこから12節まで昇格権となる3位をキープ。第13節に2位に浮上してからは、そこから一度も落ちることはなく、3試合を残した第34節に J1 昇格を決めた。また、ハーフナーは20得点を挙げて J2 得点王にもなった。もう一枠は、前年低迷した福岡が、第10節の14位から徐々に盛り返し、第16節で4位。 第25節の天皇さんとなった千葉との対決を逆転で破り3位に浮上。そこから千葉を引き離して2試合を残した第36節に昇格を決めた。一方の千葉は開幕から1桁順位をキープし続け、第6節から第12節まで2位になるものの、じわりじわりと失速、福岡との直接対決に敗れて4位に転落した、あとは2連敗を一度。 三連敗を一度喫するなどし、福岡に追いつくことはできず、第36節の草津戦に敗れて4位以下が確定し、1年での j ン復帰を逃した。中位以下では、前半戦は低迷しながらも後半戦に入って猛追した東京 V、横浜 FC がそれぞれ5位6位の成績を収めたほか、前年では17位に低迷していた栃木が10位へ、 上昇するなどの躍進を見せた。会では、前年の J1 から J2 降格となった大分が、後半戦の失速が響いて15位にとどまったほか、前年中位だった水戸や富山が、それぞれ16位、18位に沈んだ。J2 参入1年目の北九州は、開幕から大苦戦し、第18節で最下位に転落した後は一度も、 脱出できず、リーグ終盤で8連敗を喫するなど、年間わずか1勝と33試合連続未勝利となる、J リーグワースト記録を更新した。最終更新は、ディセンバー4、2010の試合終了時出展、J リーグディビジョン2順位の決定基準、1、勝ち点2、得失点差3、得点数。2010年12月4日出展、J リーグデータ最終更新。 2010年12月4日、出展、J リーグデータ、入場者数、J リーグ公式サイト内中期、昨シーズンは J1 でプレー、昨シーズンは JFL でプレー。ありがとうございます。